ソフトバンクのドラフト1位ルーキー、前田優吾投手が20日のフレッシュオールスターゲーム、姫路球場、でウエスタンリーグ選抜の先発を務め、1回を三者凡退で抑えた。18歳左腕の投球にファンも驚嘆、今上がっても活躍しそう、さすがすぎると声を寄せた。動画、小久保監督も熱視線、ものが違う、高虎一、前田の驚異の投球。 前田優がイースタンリーグ選抜打線を3人で料理した。石上大輝、d n a 544キロで空振り三振、古川雄大、西武、オチェンジアップで3ゴロ、寺地流なり、ロッテ、1 4 1キロで3ゴロに打ち取った。大阪桐蔭高では2年春の選抜大会優勝に貢献した左腕。1年目の今季は2軍で6登板、3先発。 1> で1勝0敗、防御率1.46をマークしている。24回3分の2を投げて20安打18奪三振、西四球。セーバーメトリクスの観点からプロ野球の分析を行う株式会社デルタのデータによると、四死球割合、BB% はウエスタン3位の2.1%だ、20投球回以上。貫禄すら感じさせた16球に、ファンも歓喜。 育成順調にいってそうだな。めっちゃいい投球。今年中に一軍で見られそう。早く一軍で見たいですね。将来のエース、投げっぷり最高と SNS にはコメントが寄せられた。